これがですね、北に一番最初置き上げ作りを広めた方ですね。で、久留米から嫁いできて、近所の人たちを集めて教えたみたいですね。で、この家の周辺はたくさん人形作りがおりました。浮世絵人形は浮世絵から下絵を取って作ってた分です。で、下の浮世絵人形はね、全て久留米の文化なんですね。久留米の有馬の殿様が江戸城から持ち帰った文化です。だから人形師は下にもたくさんおったんですけどね、ただ顔だけは面目師という職業の方が作って、下に送ってきて人形を作り上げました。面目師というのはですね、とにかく人形の顔を作る専門職ですね。それが久留米には何軒もあったそうです。そして青木茂さんとか坂本半次郎さんの家もやっぱし面目師だったようです。河野諸直、歌舞伎の世界だそうですけど、吉良幸助之助で、真ん中におりますのが顔よ御前といって、浅野匠の神の奥様。浅野匠の神は舞台の上では円や半眼と言います。言い寄ったところに顔よ御前が跳ねつけます。そこで松の廊下で河野諸直が浅野匠の神円や半眼をいじめたというところで、松の廊下ということが続いていくという話です。河野諸直が松の廊下で浅野匠の神円や半眼をいじめるとこですね。刀は出してませんけど、その前段のとこですね。ここ松の廊下のところは、はい、宮城野という人がお姉さんで、妹が忍と言います。この兄弟のお父さんが滋賀の男子という男の人に殺されてしまいます。だから親が亡くなってしまったので、忍さんと宮城野さんはもう路頭に迷うんですけど、宮城野が吉原の遊郭へ売られてしまいます。それを知った忍という人が吉原まで行って、姉さんを助けたいんだけど、紋章があるもんだからそれができないから、ご主人の方がそれじゃそういう話だったら紋章を破って敵討ちをしなさいということで敵討ちをするとこです。北にも男子踊りというのがありますけど、多分ここから来たと思います。この羽子板は上杖の神社のね、年収館のところにあったみたいで、この一の谷二葉軍記というのは下手では人魚さんもなければ、この羽子板も知らなかったですが、初めて見ました。Thank you.